マイタケを使った痩せ体質レシピ、痩せて夏を楽しむぞ。油じゃなくてマヨネーズを使うよ。コクが出て美味しくなるよ。マイタケは脂質やタンパク質、糖質などを分解してエネルギーに変える働きがあるから、ダイエットにぴったりだよ。しんなりするまで炒めるよ。卵は人に必要な栄養素がまんべんなく含まれているから、完全栄養食品って呼ばれてるらしい。マイタケと卵を絡めていく。味付けはシンプルに塩コショウのみだよ。そのまま食べてもよし、副菜やお弁当のおかずにもおすすめ。ぜひ作ってみてね。